はいどつけ麺2イソップだ阿部ちゃんはい今日満腹状態でも渡辺なら無限に食える説先ほど僕たち納豆ご飯をめちゃくちゃ大量に食べて今めちゃくちゃお腹いっぱいの状態なんですよね、はい、ご飯10合に1人何パック食った 6パックも納豆を食べてなんかいっぱいでも渡辺なら食えるでしょ食えるでしょまあっていうことよね、うん、そうだって言ったらもう砂糖の塊というか砂糖だからもう結構お腹いっぱいだけどこれ全部食べきることができたらもう摂理一生あ摂理一生じゃあもうこれ3人で食べきろや食べきったらまあね摂理一生だからお腹いっぱいでも渡辺だったらもうこんだけ食べれるとじゃあ食うかはいまあ立証したいねしよううんしゃいただきますいただきますうわっふわふわすっげえ雲じゃんじゃあいただきますいただきますはいなくなったあこれはもう余裕でいけるわ余裕すぎるこれうまいなうまいうまいもうほんとすぐなくなるねうんなんか口の中ちょっと甘くなるだけってねうん何も食感も何もないなんか砂糖味のスプレーピシュッてやった感じそうそう結構お腹いっぱいでもう何もいらないと思ったけど余裕だなこれはスーってなくなるスーってなくなるよ気持ちいい初日で飛ぶバイトみたいな感じですぐになくなるこれ、いけるわ、これいけるいける全然お腹にたまらへんなんかお祭りに屋台で、ほらキャラクター描いてる袋に入れてるじゃないですかでもあれ、俺全部食いきれなかった覚えあるんですよねあの、子供の頃今だったらいけんのかな後半この甘さとかがどうくるかなんじゃない結構多分お腹にはたまらないと思う、一切砂糖だな、本当に砂糖よシンプル砂糖やもん、これ使ってんの砂糖、本当に砂糖ブラックコーヒーに入れてもいいっすよ砂糖入れてるだけやそういうことよね子供の頃は祭りのあの綿飴とかすんごい憧れだったよねやったあれは何回お母さんにおねだりしたことかあれ結構高いな500円とかするそうそうそうじゃけ500円でまたあの機械がなんかちょっと羨ましくてそうそうそう初めてバイキングで自分で作れるってなった時めっちゃテンション上がるスタミナ太郎ねそうそうこれ自分で作れんのっていうな、うん、うわーなくなれへんなちょっとはなくなったどうだろういやすごいなでもこれちょっと食っても食っても砂糖だな味が同じなんですよ塩でも振りましょうか塩振りたいな塩振りてでも多分全部ね砂糖使ってるのそんなないと思うんですよねないと思うよこんぐらいの砂糖でもうこんぐらいできますもんねうん1個の飴ちゃんでボワンってできるよね子供は夢なんだろうな子供でも飽きるでしょうね俺は子供でも飽きるようわーもうずーっと甘い口の中がずーっと甘いなお腹に一切溜まってる感じはないけどずーっと甘いから単純にしんどい一回誰か丸めて食ってみる手品していいですか手品でれれれれれここにあります綿種も仕掛けもございませんはいおおすげえおはいやっぱなるんだねそんな感じにあでも結構でかいですね思ったよりうんおおカリッちゃったえどうどうどうあれみたいマカロンえマジそんな楽しみ方があるマジでマジかしてマジうまいうわすげえこれはこれでこれ食べてみようあれだね、和菓子の砂糖でめちゃくちゃ作られてるみたいなお盆の時食べるやつだそうそうそうなんか仏壇等に飾ってあるやつもう飴だわ飴丸めて舐めたらもう飴うわでも減らんな最初どんだけあったかも忘れたけどあでも意外とこんぐらいあったこんぐらいあったよ半分はいってないやった俺めちゃくちゃいいこと思いつきましたこれでもう楽しくなりますなるほどなるほどねもう本格的にそうほら楽しいよやってみんな味は一緒だからなやべ結構しんどくなってきたぞ食べたくないなもう飽きたね食べれんだけどお腹の感じ的には、うん、食べたくない全然お腹たまらんねんなやっぱ本当はね全く全然なんか食べれんねんないちご風味なんですけどいちごの味しないっすよしないしない砂糖の甘さしかないいやでもほら減ってきましたよめちゃくちゃ確かにね、うん、もっともこってしだもんもちゃるなってきたやばい
まだ食えるから塩かけていいですか？食えるの食えんもん。そしたらもう塩と砂糖って言ってみたいな女が。スイカと同じ原理です。もっと甘くなるから。やってみて。ちょっとかけてみたい。確かにね。塩持ってきてしまったんですけど、いやでも合わないことはないと思いますよ。塩キャラメルとかあるんですから。ちょっと一回ちょっとだけ塩振ってみる。あ、オッケーオッケーオッケー。おいしい。塩キャラメル、塩キャラメル。あ、マジマジ。あ、合う。うそ、ちょっと合うぞ。あ、うまい、うまい、うまい、おいしい、うまい、うん、ちょっともうちょっと少なくした方がいいかな。うん、気持ちでいいっすね。だからここ落ちてるとことかこうもうじゃあもうわたあめじゃなくなっちゃうから。あ、美味しい。美味しいですね。これ美味しいわ。すげえ脳が塩分喜んでる。そう、これがうまいな。うまいうまいうまい。うまっ。塩キャラメル理論だな、これは。もうこれつけないと食べられんようになっちゃう。アレンジですからね、これ。そう、アレンジや。わたあめアレンジ。わたあめを溶かして食ってるわけじゃないから、うん、めっちゃうめっとでもないから。そんな。次は、ね、マヨネーズですからね。あ、やってみたい。マヨネーズは合わないでしょ。なんかやってみたいぞ。なんかないかな。ソースとか。ステーキソース。マジで。まあ合わないことないと思います。どんなもんか。砂糖入ってるし、これ自体ちょっとでいいと思うよ、多分。冒険家だな。いつも調査団じゃないですか。うん、やめといた方がいい。そうっすよ。ダメす価値がない。美味しくない。美味しくない。全然美味しくない。じゃあもう塩が一番いいかもしれない。これちょっとでも予想以上にきついな。うん、砂糖がやっぱついよ。フラッフラしてくんのよ、脳みそ。ね、満腹で血糖値上がってるのにさらに上がる。インスリンが今大暴走してる。みんな繊維喪失してる。無限に食えると思ったけどな。やっぱ砂糖にやられるな。砂糖恐るべし。やっぱ砂糖ってかなりきついね。あ、胸が苦しい。なくなりそうやねんな。3分の1ぐらいかな。うん、結構食ってる気がするけど、なんかいっぱい苦しいとはなんないね、やっぱ。全然ならない。変わらない。食い始めた時と一緒やもん。お腹の感じ。いや、今俺らの3人の思いは一つだと思う。一回じゃあちょっと確かめ合います。確かめ合う。いや、俺は今すごい今までにないぐらい心は一つだと思ってますよ。一人ずつ言っていく。じゃあ意思を。じゃあまあ俺から言わせてもらうわ。ギブ。俺も塩かけた時点で終わりだと思います。俺もそう、塩かけた時点でもうこの説はもう立証されてないと思う。みんなこぞってこうやって塩塩塩うめえうめえ。そうやな、あの時点でも終わってたんか俺らの試合は。ということで、まあ、まあ食べれんのよ、その検証結果的には。お腹いっぱいでも食べれるんだけど、要はこの砂糖っていうのが一番辛いね。そうですね、きつかった。頭クラクラしてくる。本当に、まあ、ということで、まあ今回の検証結果は食べれるけど砂糖で頭がクラクラするです。そうです。じゃあちょっとこれは食べましょうよ。食べよう食べよう。時間を、はい、時間置いてね、うん、この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイ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 。筋トーレーン編集でお願いします。なんて言った。筋トーン。筋トーン。筋トーン。